ワルシャワ連盟協約の原本ワルシャワ連盟協約は1573年1月28日にポーランド・リトアニア共和国の議会で調印されたヨーロッパ初のあらゆる宗教的自由を認めた法令である。この協約はポーランド氏及びリトアニア氏において貴族に公式に信教の自由を与えたものとして画期的なものである。 宗教に基づくすべての紛争を禁ずるものではなかったものの宗教改革が吹き荒るユグノー戦争や三十年戦争のような宗教戦争に明け暮れた当時のヨーロッパにおいてポーランドとリトアニアははるかに平和がよく保たれた領域となったポーランドにおける宗教的寛容は1265年にユダヤ教徒の権利を認めたカリシュの法令やコンスタンツ公会議でのヒカトリック ヒキリスト教国用語に見られるような長い伝統の中にあるもので16世紀前半のジグムント2世の時代にはデファクトとなっていた。ワルシャワ連盟協約はこうした以前からの慣習を公式に成文化したものと言える。そのためこれが結ばれた1573年をポーランドの宗教的慣用の始まりとも頂点とも捉えることができる。ジグムント2世の死により ヤギエワ朝サが断絶すると、ポーランドとリトアニアの貴族は、共和国の分裂を防ぎ体制を維持するために、ワルシャワに集結した。ワルシャワ連盟協約の締結は、まずそれ自体が、両国の強力な連合体の存続を内外に示す、ものであった。まず国内に存在する、あらゆる宗教の代表が、相互に支援し、寛容を守る制約を行い、 1573年1月に貴族がその誓約書にサインした。国内の結束が求められる選挙王制の導入にあたり、この協約は多民族、多宗教国家である共和国の安定を保つのに大きく寄与し、スタニスワフ補充主曰くタンどもの隠れ家となった。この法令は政府が作成したものでも戦争の結果成立したものでもなく、 ポーランドとリトアニアの社会の求めに応じて人々が作り上げたものだった。多様な信仰を持つ貴族たちは1572年にフランスで起きたサンバルテルミの虐殺を見て国王が立ってからではこのような寛容な法令を出すことが不可能になると考え早期の協約成立を実現した。協約成立の中心人物はミコアイシェにつき、ヤンフィルレイ・ヤンザボロースキだった。 彼らの挙げた成果は、ローマカトリックの多くの行為層から批判された。カトリックの聖職者で、ワルシャワ連盟協約に署名したのは、クラコフ司教、クランチシェイク・クラシンスキのみであった。17世紀前半の歴史家、シモン・スタボールスキは、クラシンスキが、剣で脅されて署名したのだと主張している。後に出された様々な法令についても、聖職者たちは、 連盟協約の文章抜きという条件で署名している。1587年の政務で連盟協約を認めたバブシェニッツゴスリツキは強行に破門された。後に、ワルシャワ連盟協約の条文はヘンリク条項に加えられ、同じく1573年に制定されたパクタ、コンベンタとともに共和国の憲法に相当する永続法の一部となった。 16世紀後半のポーランドは、東はロシア正教のモスクワ大公国、南はイスラームのオスマン帝国と対峙し、北方及び西方ではカトリックとプロテスタントが激しく対立して、宗教改革及び大公宗教改革が吹き荒れていた。そんな中で宗教的寛容を成分法化したポーランドは、文字通り司法から宗教難民を受け入れた。 この協約における信教の自由が貴族層にのみ許されているのか、それとも農民などあらゆる階級に適用されたのかについては議論が続いているが多くの歴史学者は後者の立場を取っている。歴史学者のノーマン・デイビスは1573年1月28日のワルシャワ連盟が宣言した言葉とその内容は ヨーロッパ中あらゆる国と比べてまさに並外れたものだった。そうして彼らは200年以上にわたる共和国における信仰のあり方を形作ったのだ。と評価している。ワルシャワ連盟協約の原本は2003年にユネスコの世界の記憶に登録された。ありがとうございます。